こんにちは、アパスです。佐世保記念の決勝戦の予想をしていこうと思います。5番の伊藤選手の突っ張り先行から九島選手の番手まくりを新井さんが指すっていう展開になると思うんですけど、短期の小川さんがいいところまで迫ってくるんじゃないかなって思うんですよ。新井さんが地元なので九島選手も早めに番手まくりをすると思うんですよ。でそうなると短期の小川さんまで展開が向いてくるっていう予想でいこうかなと思います。予想は1番車の新井さんと3番車の小川さんを軸に予想をね作っていけたらいいなって思いました。以上です。ありがとうございました。